はい、ということで、今朝10時なんですけども、法政大学の田中教授から電話がかかっていまして、で出ることができなかったので、ちょっと今からかけ直そうと思っています。でちょっとズームでかけ直してっていう風に言われてるので、ズームでかけ直そうと思います。とだいぶ久しぶりなので、すごく何のことだろうっていう風にビビっています。ということでかけ直していきます。おはようございます。おはようございます。田中先生、先ほどの電話は何だったんでしょうか。2つあって、1つは、しゅんくん元気かなっていうありがとうございます。もう1つは、しゅんダイエルを通じて、やっぱり今コロナで不安をね、抱えている学生ってすごく多いから、はい、ぜひちょっと伝えたいことがいくつかあるから電話しました。今何ができるかっていうところが分からなくて悩んでる人結構多いと思うんですよね。今できることとしてあるのがあれば教えていただきたいです。内側にこうね、溜め込むってことをすごい意識してほしいわけ。内側に溜め込む。溜め込むっていうのは何を溜め込むかっていうと、キャリア資本っていうのをちょっと思い浮かべてほしいんだけど、キャリア資本っていうのは実はね、3つあって、はい、1つはビジネス資本、もう1つは社会関係資本、でもう1つはエコノミック資本、経済資本です。この3つ。まあ簡単に言い換えると、ビジネス資本っていうのは例えばさ、何ができるかってことです。俊君だったら動画編集できるし、コミュニケーション能力も強いみたいな、なんかその何ができるか系の資本です。はい、で2つ目の社会関係資本っていうのは、まあ、ネットワークとか、つながりだよ。こうやって今つながれてるこのネットワーク、これなかったらさ、会えないわけで、はい、この場ができないわけでね。動画もできなくてネットワークもなければこの場がないから、そのビジネス資本と社会関係資本は大事で、これが転換されると経済資本になるんです。しゅんくんの動画も思い浮かぶときだけど、はい、社会関係資本が増えてきたから企業さんとのコラボができるわけですよ、はい、で編集能力が極めて長けてるからオファーが来るわけですよ。これどっちもなかったら経済資本変わらないわけ。だからみんな間違えちゃうのが、今アルバイトがないから焦ると思うんだけど、アルバイトがないってことは目先の経済資本が入ってこない、月7万円5万円とか入ってこないじゃん。これ焦るけど、今は支出を極力落としてビジネス資本を貯めるって思ってほしいの、でこのビジネス資本を貯めるにはこの巣ごもりっていうのは最適なの。なんでかって言ったら、ある種環境をシャットダウンして自分の中にトレーニングを積んでいくんで、はい、例えば本を読むでもいいし、なんだろう、スペイン語やるでもいいし、デザインやるでもいいし、写真やるでもいいし、音楽やるでもいいし、美容系やるでもいいし、何でもいいの。何を貯めるかっていう自分の中での戦略性をちゃんと持ってほしいわけ。ある種のこう目標設定があると、そこに向かってこの2ヶ月を使えるから、はい、それはなんかこっちから今の時代は中国語が必要だよねとかスペイン語が必要だよねっていうふうにこう与えられるものじゃなくて、みんなのそれぞれの個性の中で強みの中で何をこれからのビジョンの中で伸ばすかっていうふうに考えてほしい。その時にね、内側の声に耳を傾けてほしいんですよ。何をしたいのかって。今までどちらかというと外に出てるともういろんな情報がわーって入ってきて、あ、どこどこ企業さん誰々さんとかね、なんかアルバイトはこうだとか、もういろんな情報の中でこう頭がさ、なんかシャッフルされちゃうんだけど、情報をある程度遮断して自分からアクセスした時に、自分は何がしたいのかで、自分は何がしたいのかをやっぱり突き詰めてほしい。で、分かんないってもちろん言う人もいると思うんだけど、分かんなくてもいいんだけど、どんなことが好きかとか、なんかこれから5年後とかね、10年後何をしていきたいかっていう声をすごく大事にするといいと思うんだよね。そこにな答えがある。インプットベースだとたまんないから、溜めながら発信するとすごくいいよっていう、発信ベースで学んでてほしいんだよね。うちのゼミ生なんかに言ってるのはノート、はい、すごく良くて、ノートっていうのは結構コンテンツメディアとしてはすごく素晴らしいなと思ってて、簡単に書けるし、はい、でソーシャルリンクがすごくいいから、ツイッターとかフェイスブックとかインスタグラムとリンクできるしね、あそこになんか自分の考えを書いていくとか、学びの過程を書いていくとかっていうのはおすすめ。少なくともスマホがある時点でノートにはいけるわけじゃん、はい、でノートに行ってさ、書くってことをするだけで繋がれるわけですよ。社会関係資本が溜まっていくわけ、うん、でハッシュタグつけてさ、自分のなんかデザインとかさ、なんか大学生とか、それこそダイアリーとかさ、はい、なんかそういうので関心があってれば、今この物理的空間の外には出れないんだけど繋がることはできるじゃん、うん、それは絶対やった方がいい。だから我々はこれから物をね、仕入れて工場にストックするビジネスじゃなくて、この中にキャリアをストックしていくわけ、うん、だから一番身近な自分の軸の中にいかにその後ピボットが効くキャピタルを溜め込むかが大事だ。そうするとね、この2ヶ月はものすごい差がつくし、そういう意味ではこの2ヶ月はその未来への時間の使い方としては重要な時間なんだよってことなんですよね。
極めて的確な判断する経営者だったら、あれなんで都内の一等地に数百万も賃料払ってんだろうと思うよ。そうなんですよね。オフィスいるってみんな思ってると思う。なんでこんなオフィスを抱えて9時から5時もしくは残業みたいな感じで全員出社させて朝会やって進捗取ってって、もちろん必要な時もあるんだけど、これ月曜から金曜まで毎日いるのってことなんですよ。それにみんな気づいたから。おっしゃる通り、僕金沢に住んでても全然大丈夫ですもん。でしょ、はい、そうした時にやっぱりキャリア資本戦略っていうのはものすごい大事になるわけ。つまり今までは一つの空間の中に自分を見せてればやったやったと思ってくれるや仕事を、だけどそのやったと思ってくれるのは事業の部署の5、6人しか見てくれないわけで、この人たちが人事評価の中で評価してくれていい仕事をやったと思われてたんだけど、その姿を見せれなくなったわけじゃん。ということは自分のアウトプットがものすごく大事になる。言い方をきつくするとアウトプットが評価される時代だから、ものすごい成果主義になってくるね、ここからは。確かにハイスピードで、もう結果が全てですもんね、そういうこういう時代だと。会社のオフィスでやっぱりバリ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 仕事をしてって生産性高い人は結局リモートワークやっても生産性高いんですよ。仕事で職場でなんかこう家族じゃないけど、はい、つまんなそうにね定年まで待って変化しないで成長しないでやってた人たちは何が起きたかっつったら、このテレワークに適応できないわけ。何したらいいんだろう、上司の顔見えないじゃんみたいな、どうしようどうしようみたいなになっちゃってるわけ。社会が変化してこれまでの構造とか働き方って通用しなくなったこの瞬間に、適用できる人か適用できない人かでこんな風になっちゃってる。こんな風に。あ、そう。じゃあそういう点では今学生の方々は適用できるようにすればいい話なので、その練習をした方がいい。そうですね。そう。で、そのポイントは今までの18年間とか、まあ、20年間の自分の過去のアイデンティティを大事にするんだけど、このアイデンティティにしがみつきすぎないってことが大事だ。なるほど。自分のコアは大事にしつつも、はい、もう一個アダプタビリティって言うんだけど、変幻する力をトレーニングしとけってこと。だから私は何々できませんって絶対思っちゃダメ、うん、できるからやってみた方がいい。でやってみた先にあちょっと合わないなとか、はい、それをやるやらないで一回やった方がいいわけ。だからこの巣ごもり期間っていうのはコロナでの、はい、やっぱりキャリア資本を貯めるために一点突破しつつつまみ食いをしとけってこと。なるほど。確かにつまみ食いする時間は今できてますもんね。あるあるある、うん。田中先生が出されていたプロティアンの本も、はい、発売中なので、 Amazon で買えますよね。買えます。すいません、下に概要欄のリンクに貼ってあるので、よかったら購入してください。これは学生の皆さんも見て面白いということで。はい、読んでください、ぜひ。はい。ありがとうございます。ということで、田中先生お忙しい中ありがとうございました。お電話いただき、こんなに熱い話がお聞きできるとは思ってもいませんでした。ありがとうございます。いやいや、一緒に共に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。旬ダイアリーでやっぱり心を安らぐ就活生も本当にいると思うから、はい、さらに更新速度を上げてってもらって、はい、より生きた情報、なかなかねその企業との利害関係なしでリアルな情報を発信できる、まあ、ある種のこうテレビ局っていうか発信局、YouTube でこうやってやれてくれてるところって本当にないと思うし、旬くんのって就活に特化してくれてるから、はい、みんなもコンテンツにこうね、コンテンツからこう立体的に学びやすいと思うから、なんかぜひぜひ私の方も学生に伝えていきます。 ありがとうございます。はい、引き続きよろしくお願いします。よろしく、またやりましょう。はい、ありがとうございました。はい。